50歳からの美顔は武器になる、メイクアッププロデューサーの翔子です。今回は、美容法をやっていきたいと思っています。ね、美アップグレードケアということで、私が提案しているのはやはりね、40歳からの方がアンチエイジングケアということでやっていきたいので、もう悩みがね、ちょっと若い子と違うんですね。ほうれい線が気になるとかね、このゴロゴラインが気になるとか、もう顔が全体にたるんできたね、もう引き上げて引き上げてっていう形のお悩みいっぱい聞くので、まずね、鍛えたらいいのか、そうでないですね。まずちょっとね、徐々にね、こう顔が癖でね、歪んできたりとかっていうのを、歪みっぱなしの状態で鍛えていくと顔がね、ますます歪んでしまうんですね。なのでまず3回ね、形を考えていきます。まずね、しっかりどうなんだろう、自分の癖、ほうれい線だったら右側の方が濃いのかな、左側の方の方がね濃いのかなとかっていうことを考えたりとか、ね、それをちゃんと正しい位置にちゃんとね整えてから、今度ほぐしてあげる。筋肉っていうのね、ほぐすところと鍛えるところっていうのがあります。まずほぐしてあげる。そこからね、しっかり鍛えなきゃいけないべきところを鍛えていくっていうところをお伝えしていきたいと思います。本日は、ほうれい線のね、このほうれい線の部分のケアの部分、まずはこのほうれい線を整えるケアの方からやってみたいと思います。では、まず、一番私もそうなんですけど、このほうれい線が気になるんですね。で、このほうれい線気になってくると、まあ、いろいろね鍛えるっていうより、まずどっちの方が、ね、自分のほうれい線が気になるのかなとか、ほうれい線の長さ、ね、ここがこうね、すごくつながってきたりすると一気に老け込んでくるので、まずこの自分の顔の中のほうれい線、どの位置を鍛えれば、ね、なくなって見えるのかっていうのをしっかり分かった状態、リセットをした状態で鍛えていかないと余計に変な癖がついてきます。まずね、この触った時にね、このほうれい線を、ね、消したい時っていうのは、この動く口の筋肉を鍛えていくと、ね、しっかり上がってほうれい線が、ね、目立ちにくくなるんですね。ここで、筋肉の部分っていうのをよく見ていきます。で、まずね、このね、上唇をね、こう動かす、ね、筋肉があるんですね。で、この部分をちょっとこう添えていただいて、ちょっと自分のね、目のところにちょっと添えていただいて、細かくね、刻みます。で、少しね、ずらしちゃう。で、そうすると今度、この目と、この目小鼻に結んだ真ん中ぐらいかな、ちょっとね、押したときに、で、ここのラインを、私はね、この人差し指を打ったときの、ここの部分で、ほぐしていきます。で、次に、ちょっとずらして、この、口から、ね、目尻を結んだ線状の部分のちょっと間のところ少しずらしてね、でずらしていきます。で、今度はこのね、頬骨の下の部分にって動くと動いてくるね、ピクピクする場所があるんですね。それをグーにして、ここのね、4本の指の骨をうまく使ってね、で、ちょっとね、ずらしながら、で、ちょっと整えていきます。その時に鏡を見ながら、で、どっちのね、ほうれい線がね、こうすごくちょっとあるのかな、私はね、こっちのほうれい線の方が深いんですね。これ特に
分析すると、私こうやって寝てね、こっち側を下に寝ることが多いんですね。そうするとこっちの部分のほうれい線が、深くなってきます。なので、寝る癖をね変えれるんだったら、ちゃんとまっすぐ寝て、変えていただいた方がいいです、ね、なのでこっちの方をね少し足りないんだな、筋肉がね少し持ちがある方がいいんだなっていうのを分かった状態で今度整えていきます。でまずこのね部分を押さえた部分っていうのを、ね、押さえたまんまで、ね、ほぐしていきたいので、にーって言われます。にーにーにー、そうするとここに動くんですね、ここに。で自分で確認しながらで少しずらして、にーにーにーね、でそしたら今度こっち側の方が、ね、下に下がっているので少しねこちらの方をちょっとお尻気味に息を吐きながら、でちょっとずらしていきます。でちょっと確認していくね。で左右の部分を見ていきます。さあどうですかね、ちょっと整ってきました。まずここの部分で一回、ね、ちょっと顔の癖を確認してからほぐしに入っていきます。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。